ですね。力いかないと思ってたのに。それでは出発です。これから、平屋ツーリングの方に出かけます。総勢15、6人かな、そんな感じで今から、平屋方面、いつも行っているどんぐりの方から行くみたいですね。これだけ大勢の、ツーリングというのはちょっと初めてなので、緊張しながら、行ってみたいと思います。あんまりね、こういう経験がないのでちょっとぐらいツーリングというのがどういうものなのかちょっと試しで、今日途中ね、多分茶臼山の方の芝桜の方が結構にぎわってるということでね、結構混んでるんじゃないかなと思います。工程としては平屋高原のスキー場、その次がいつも行っている新野の仙石平の道の駅、それからずっと北上してですね、そばの城ですね、道の駅のところへ行ってそばを食べて帰ってくるというコースらしいです。普段ね、あんまりこういうドドドドドという音を聞いたことがないので、僕のこのバイクはね、ゴールドウィングだとほとんどこんなマフラー音がしないのでね、ちょっと異様な感じがします。やたら俺の場合にはブレーキ踏んじゃってるから、前がね、あれだけ車でトラックでってなったらそんなには走れないですね。ここら辺でペースを、いつもだいたいこのくらいのペースだもんな。やっぱり違うな、ツーリングになると人のペースで引っ張るっていうのは。こういうツーリングに参加しないと腕は上がらないかもしれないな。こういう自転車も大変なんですけれども、腕とかね、足がまるっと出てるからかなり日焼けするんじゃないかな。きついね、これは。紫外線ね、この時期、かなりきついと思います。
度合い渋滞だよこれ。工事なんだろう。橋か。橋の工事だとは思わなかったな。ちょっと話題は変わるんですけれども、昨日の朝のお話です。昨日今日、これに参加するということでちょっとねバイク久々に、見たところ、ここのとこ2週間ぐらい乗ってなかったのでちょっと、覗いたんですけれども、家の駐車場道路際にあるんですけれども、小峰のテントをねかぶせてあって、まあパタパタパタっとこう扇形になるようなテントなんですけれども、その中開けてみたらですね、テントがどうも途中で引っかかって開かないんですよね。あれなんだろうなと思ってよーく見たら、ゴールドウィングがですね右側に半分45度ぐらいに傾いてまして、何これ。僕が前、乗ったのが5月の4日が多分最終だと思ったんですけれども、それから2週間近く、見てなくて、久々にちょっとガソリンも入れないといけないしなと思って開けた瞬間ですね、ゴールドウィングが右側に傾いて、何これ。小峰のテントにですねもたれかかって右側のウィンカーがですね引っかかってるんですよ。まあ、それでかろうじて右側には倒れてなかったんですけれども、いやこれもう目が疑ってですね、で自分一人で起こそうかなと思って左側のところからハンドルとシートを持ってねこう引き起こそうと思ったんですけども、とてもじゃなくてね45度倒れているやつをこう引くっていうのはねちょっと難しいんですよね。誰か助け船が欲しかったんですけれども、家に誰もいないし、いや販売店まで行ってちょっと応援頼もうかなと思って考えて、しばし考えて、どうしようかなというところで、結局ちょっとレスキューを頼んでですね、まあ、せっかく、バイクの何かあった時にはねホンダドリーム店でお金払っているので、ちょっとだけ応援できないかなと思ってちょっと呼びました。まあ小1時間待ってたら自宅にですね、来ていただいて、いやこれはちょっとおかしいですねって言われてですね、やっぱりだよね、自分のテントの中でバイクだけが斜めに倒れるなんていうことはありえないんでね、テントはどうにもなってないので、これはもうほぼ半分いたずら目的か盗難寸前なのかっていうのがちょっとわからないですけれども、まあいたずらなんでしょうね、やられてまして、まあハンドルはロックしてあるし、まあとりあえずワイヤーもかけてあるんで、盗難しようと思えば盗もうと思えばね、こんなのは手段はいくらでも多分あると思います。かなり厳しいなこれは。バイク止めるとこあんのかな。あ、いつものとこじゃなくてよかった。こっち側ですね。別のところにつけるみたいです。かなり駐車場の中で混んでます。順番どこだっけ。
大渋滞の中でもね、ゴールドウィングって意外といないんだね。時刻は10時45分。さあ、ゴールドウィングも結構あります。あ、ジュースでいいです。はい、すいません。はい、どうも。します。スタートです。爆音させていってます。転倒しないようにね。お、最後エンジンかかったかな。うわ、ちっちゃ。あら、3周切るのかな。あら、3周行っちゃったみたいだな。ラスト。ここの芯が少しずれてんだよね。ここがタイヤの中心なんだけど、フェンダーと10ミリぐらいずれてるかな。これがこっちに寄っちゃって、タイヤがこっちに来ちゃってるんだな。少しセンターがずれてます。ツーリングのメンバーとはここで、お別れします。それで私は一路、これからね、帰ります。メンバーはね、この先の方に進んでおります。それでは平屋スキー場から帰ります。どうも。それでは一路、平屋から帰ります。